うまいな。これマジでうまいな。こんにちは、そうです。おはようございます。こんばんは。皆さん元気ですか？俺はめちゃめちゃ元気。おお、うん。おお。はい。ぶつかりそうになった、うん。フィッシュマーケット行こう、フィッシュマーケット。行こう。はい。ちょっと俺はめちゃくちゃ元気です。フィッシュマーケット行ってきます。シドニーフィッシュマーケット。うわ、美味しそう。カニ食べたい。すごい。うわ、何これ、オーシャントラウト。違う違う、うん、これアイラメみたいな魚がいる。やばい、普通にめっちゃお腹減ってきた。お昼ご飯食べたんだけどな。だってこの空間至る所に海鮮の匂いが漂ってて、なんかさ、フルーツも本当だ。人すごいね。ねえ、うわ、めっちゃうまそう。炙り。さあ買ったぞ。ちょっといろいろ。いろいろ買ったね。ね、来ました。やったー。うわ、やばい。なんか豪華だね。あれ何買ったんだっけ。買って、ああ、え、ホタテさ、これだけだよ。それな。これがカニ。カニじゃないよ。カニじゃないの、これ。これカイ。これでしょ。カイか、ホタテか、どっちも、うん、で、あのサーモンちょっとなってる。ああ、で、エビ、エビフライ、あとロブスターのやつ。美味しそう。イカの、イカフライ。
レモンバーって。いやレモン後からでいいんじゃん。このロースターのが気になったんよ。みんな買ってたの。うん、よし食べましょう。どう？うまい。うまい。これ何乗ってんの？チーズやっぱり。いやなんかね。うん。多分チーズも乗ってるんだけど、なんかクリームっぽいやつ。美味しい。それは違うんだと。うまい。美味しいよね。あ、チーズだ、チーズ。チーズか。うまい。美味しいよね。めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいぞこれ。ブラックペッパー、うん、イカ最高、うん、ネイルなんですけど、うん、でもさっきのにヒラマサを釣る夢はまだね遠い、まあ、なんか必要なもののご飯も今日は簡単パスタありがとうございます。そう、ぶどう煮の仕込みです。え、食べないし今日は。食べないよ今日は。正月用でしょ。そう、めちゃくちゃ楽しみなんだけど。ね、失敗しないといいな。そうね、うん、お腹減ってます。お腹減った。うん、さっきまで空いてなかったの。うん、そんな感じです。よいしょ。さっき帰ってきて、まあ、軽く買い物とか行って帰ってきました。もうね8時になりました。あっという間、あと2日で今年も終わりですよ、マジで。さっきね、なっちゃんと車でも話したんですけど、今年はすごい1年だった。まあまあまだ、まあ、まだあと2日あるんだけどね。でもなんかほんとすごい1年だったねっていう話をさっき2人でしてました。今日ねずっと行きたかった、シドニーのフィッシュマーケット行ったんですけど、結構楽しかった。想像通り海鮮はめちゃめちゃいろんな種類あって、日本じゃ見たことない魚とか全く知らない魚とかもいっぱいあったし、エビとかカニとかもたくさんあって、それはまあある意味想像通りだったんだけど、海鮮料理のレストランみたいなのが結構多くて、まあ、俺もね、なっちゃんもあんまりお腹減ってなかったからたくさん買えなかったんだけど、まあ今日俺ら食べたみたいな海鮮の揚げ物とか、あと海鮮を使った中華料理とか、そういうのがね結構あったんで、また行ってゆっくり食べたいなと思いました。多分どこのレストランもビールとかも売ってるんで、なんかお酒でも飲みながらね海鮮食べたいなと思いました。ただね、あの揚げ物系のやつは全部まあ美味しかったんだけど、どれもね大味すぎて最後の方めちゃめちゃ飽きたんで、次はシンプルに刺身とか食べたいなって思いました。刺身はこっち来て全然食ってないからね、次行ったら刺身いっぱい食べようかなと思います。そんなところで、じゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。